こんにちは、ダイスです。今回はこちら、こちら10万円の炊飯器買ってもらいました。お店で一番いいやつを買ってきて、何がしたかったかっていうと、はい、新潟といえば米どころですね。そう、お米、うん、私も大好き。美味しい地域、いい炊飯器で炊いたお米をダイスは見分けることができるのかっていうのをやっていこうかなって思って、こちらを買ってきました。お米の味覚が分かるのかっていうことで、はい、今使っている炊飯器が本当に普通の炊飯器で、同じ象印さんの炊飯器なんですけど、お米大好きなんで多分分かると思います。自信があるのね。ある。外したらどうする？外したらどうする？外さないよね。外さないと思うんだよな。っていうことで、はい、今回それをやっていきましょう。で、こちらは LWK10BZ っていうことで象印、はい、圧力 IH ジャーの前お米、前炎、あれ？やってね。前炎、前お米、塩豚菌っていうことで、ちょっとかっこいい名前がついてて、はい、お店の人もね、新潟の人だったら味が違うのが一発でわかるって言ったからこそ買ってきた。そうなんですよ。わかるはず。やってみます。やってみましょう、うん、まず開けていきましょう。開けましょう。嬉しいね、新しいやつ。はい、開けました。早速炊いていきたいと思います。お米セットしました。これを炊けた後に使って、うん、はい、はい、おにぎり、おにぎりを僕が作ります。はい、 A と B のお皿に、はい、おにぎりを持ってくるんで、食べてみて当てれるかどうかやっていきましょう。はい、炊飯、おくさん、いけました。あと64分、64分、1時間と4分待っていきましょう、うん、待ちます。もうすぐ炊けそうです。あと1分、楽しみですね。で、当てる自信があるっていうことで、あります。外した場合デスソース、はい、大丈夫です。を舐めてもらいましょう。絶対この封は開けない。開けますから。自信あるんでしょ？ある。ドキドキっすね。うん。頑張ってると1分でダメ。まだかな。食べちゃダメなんだよね、炊きたてを。パクッと食べちゃダメだよね。だって、ダメでしょ。だよね。そこ我慢しよう。食べたいよね。だってすぐおにぎり作るから、炊きたては炊きたてじゃない。うん。そうなんだけどさ。来たんじゃない？開けてみたいと思います。あ、めっちゃいい匂いがする。お、おいしそう。あ、早く食べたい。じゃあ、おにぎりシューって言ったね。シューって言った。じゃあ、これおにぎりをね、作ってもらおうと思います。目隠し、これなら見えないので目隠しをして出来上がりを待ちます。いや、わかると思うんだけどな。わかんなかったらどうしよう。うわ、はい、え、はい、目隠しを取ってください。もうできたの？できました。はい、じゃあ A と B 並べて。あ、並べる。どっちがいいだ。 A、A、B、 A、B、 はい、これがどっち？ A、 A で、次が B。 見た目わからないな。いいですか？
ただきます。あ、どっちなんだろう、待って、いや、どっちも美味しい匂いがする。じゃあ、A から A からいただきます。うん、美味しくて全部食べてしまう。ちょっと次、 B ね。 B、違うは違うんですよ。うん。てか、いつものはどっちかを考えればいいんだよね、多分。ちょっとちょうだい。食べてみる？食べてみる。じゃあコードさんも当たるかどうかね。いや、俺知ってる。コードさん分かってるじゃんね。それ私がさ、やってコードさん当たるかってやればよかったじゃない。なんかね、自分ばっかり。あ、分かるでしょこれ。多分。だよね。目隠しされて食べさせられると分かんないと思うけど。うん。高いやつ、 B がいつもの、いつものというかいつものやつだと思ってる。 A が塩分炊き、うん、 A が塩分炊きで、 B が今まで使ってたやつ。当たりです。やった、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。え、わからないこれ。あのね、最初の一口って違うの分かったんだけど、あれ今までのってどっちって思って探したんだよね。それダメだね、やっぱね。今回は当たったんですけど、うん、次回、うん、いつものお米じゃないやつでやろう。してそうか、いつものお米の味が分かるからってこと。うん、で、出来たてで、うん、炊き上がりなんで、うん、A の方は、うん、あの A と B あんま変わんなかったんだけど、噛んでいくと、うん、違うんだ、甘みが違う、うん、で、後味がいいのが A。 そう、ふっくらしてるっていうか、うん、噛んでいくと分かる。そう、なんかね、ずっと甘みが残るの。うんうん。で、B は B で、まあまあ、そう、いつもの美味しいご飯、美味しいご飯だよね。そんな感じでした。あー、残念、デスソースがなかった。まあ、またいつかの機会にね、デスソースは。マジで当たるんだ。めっちゃ嬉しい。当たるの、ね、違うね、これ。違う。違うのは分かるけど。違うの分かるよ。うまい。うん。私のお米は、お米好きは、本当だった。味覚は、あってた。よかったー。これ当たんなかったらどうしようって思ってたんですよね。僕の専用の炊飯器にしようって思ってます。もう返したもんね、やばいっつって。なんか分かんない、どうしよう。ということで、今回はですね、塩分炊き、高い炊飯器で炊いたお米と今までの炊飯器で炊いたお米食べ比べて、結果当たり、素晴らしい、よかったです。味覚は正しかった。はい。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。